んです。よろしくお願いします。というわけで今日は川越水上公園に来てます。イエーイ。3分目です。はい、着替えました。じゃーん。晴れてきたね、太陽が出てきました。よかった。ここもまた水着紹介いきますか。ゲストの方に来ていただいてます。どうぞ。では自己紹介をお願いします。はい、花井みりです。よろしくお願いします。お願いします。そして姫野みなみです。よろしくお願いします。お願いします。ニューフェイスじゃない？ニューフェイス。初めてしゃべちゃんありがとうございます。このコーナーではですね、水着の紹介をしていただいてるんですけども、水着のポイントなんか教えていただいてもいいですか？なんかさっきまで結構雨だったので、はい、暗かったからちょっと明るく見えるといいなと思ってゴールドに、はい、してみました。すごいスタイルじゃない？ね、すごいスタイル。素晴らしい。ちなみに何カップですか？ J カップって言って J すごくない？もしかして今までのしゃべちゃんで一番大きいかも。あおみんさんの1個上ってことですよ。あおみんって何カップです？あ、J カップ？素晴らしい。ありがとうございます。ではお願いいたします。3部の水着は肌の色になじむようなピンク色です。可愛い。お尻がちっちゃいかも。お尻見せると人が寄ってきてくれるので、肌の色と馴染みつつ、意外とセクシーな水着で後押しました。ありがとうございます。素敵ですね。お二人ともね。じゃあうちらもやりますか。私三部こちらです。キラキラ。青い。じゃーん。これこの間タイ行った時にナイトマーケットで買いました。1000円ぐらい忘れた。400バーツ1200円。400バーツなら1600円ぐらいしない？ちょっと高いかも。4倍ぐらいだからです。コンコンは？はい、私デニム。かわいい。これちょっとねブカブカなんですよ。怖いんですけど。何がブカブカやん。ちょっと分けていただきたいね。 J カップを。お尻が結構出てます。うん、お尻がプリッとしてて可愛い。可愛いです。ありがとうございました。じゃあ今から3部始まるんですけども、はい、なんか告知なんかありますか？スパイスさんから11月28日に DVD が新しく発売になります。はい、20周年ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。何が20周年？グラビア20年やってます。マジですか？レジェンドじゃない？長いので。大人ですか？めっちゃ。めちゃくちゃ大人なんです。だから今日は多分最年長かな。って感じなので。さっき私最年長かもとか言ってて。ね、自分で言ってます。そうですよね。20年だったら。新しい DVD の作品のこう見どころなんか教えていただいてもいいですか？20年ということで結構 DVD も30何本とかになってきてる。すごい。何回やってももう目新しいというか新鮮な気持ちでやってます。台風来ちゃったんですよ撮影。ちょっとだけ雨シーンが多いんですけれども、楽しく撮ってますので、よかったら見てください。よろしくお願いします。お願いします。告知ありますか？はい、グラビア以外のお話で言うと、某ビールの CM に出演しているので、そちらもチェックしていただきたいのと、探そう探そう。あと自分でもオリジナルのビールを作る予定なので、そちらも時間をかけて作っていこうと思います。ビールが好きなんですか？一応クラフトビールが好きで、クラフトビールの CM です。で、あとは中山競馬場の商人の女神みたいな立場で中山競馬場のイベントで立っているので、よかったら会いに来てください。で、グラビアは1年ぶりに復活するので、そちらもチェックよろしくお願いします。ぜひ2人の SNS をチェックして、2人にもぜひ会いに来てください。というわけでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。